ね、それでは、話を始めさせていただきます。結構今回は、私的に言うと、なんて言いますかね、その、感慨深いと言いますかいう部分があるのは、日本通史がですね、あらあらとは言いながら一応その完結したと、そういうことでありまして、そうするとそのなぜ感慨深いかというと、私はあと余生をどうして過ごせばいいのかという、そういうその問題に直面させられているということです。もちろんこのあらあら通史が完結しただけのことですので、そもそも不備な部分もあれば、取り残し部分もあればですね、あるいはそのもう少し詳しく解明すべき、記述すべき部分も多々あるということで、まあそのやることはいくらでもあるといえばあるんですけれども、しかしそのなんかそのもうその画期的な新しい見方というものは出てきそうもないような予感がしています。というのは、なんて言いますかね、そのあらあらこう関係してみるとですね、それなりにうまくその日本の歴史が転がったなという、そういうその自画自賛めいた、そういうその気持ちでがおりまして、なかなかそのこれがどこかでその、すっ転んじゃうというような、ことに今後なるとは考えにくいというか、私の頭もそこまでもう柔軟じゃなくなってきているような気もするので、この一応なんとなく収まった日本の通史のこの流れといいますかいうものを大きくその、修正しなければいけないことには残念ながらといいますかならないんじゃないかという、そういう気がしているからです。まあしかしそのそうは言っても一応かつあらあらとは言いながらその関係したのは、これも私的に言うと大変、めでたいというか嬉しいことでもあるわけで、そういう意味で本日の今日の私のお話は、一つの画期であるというふうに申し上げられるのではないかと思います。で、すでにその原稿の中にも書いたようにですね、今日の話というのは大きくその2部に分かれていて、最後につけたりのような3部がありますけれども、まあ、そんなものことはちょっとその後回しにさせていただいて、その1部と2部について言えばですね、日本通史的には2部の方がその先に来て1部の方が後に来るべきことではあるんだけれども、やはりその完結部分をその先にそのお示ししたいという気持ちがあって、そのなんて言いますかね、その歴史の流れとは逆に原稿を配列してみた次第です。で、このもともとその、なんて言いますかね、その第1部については私のコラムの皆さんに謎かけみたいなことをその 1,2 ヶ月前にこうやりまして、それで皆さんの回答が見えたものをお寄せいただいたものを見て、その一社門を作るというそういうその一種のゲームみたいなことをやってたわけですけども、残念ながらその私の頭の中にあったその正解を提示された方はいなかったんですけども、相当いい線に行かれた方が何人かおられたという、そういうことです。で、それは何かというと、果たしてその私がそのこの日本通史なんてものをその追っかけるためにどうしてなったのかということをつらつら考えてみると、その仕組まれたのではないかという、そういうその気持ちがこのある日突然芽生えたんですよね。で、さらによくよく考えてみると、その全ての始まりは牧野信明が
まあ、牧野信明については今日の話で何度も登場するその主要人物の一人であるわけですけれども、牧野信明が1944年11月というそのもう日本 の, その敗政はもう歴然としていて、この物はないわ言わんや、そのこういうその紙まで配給制になってたというような時代に、その一見何ともそ の, のんびりしたような中身 の, その中身といいますかタイトルの絵本を牧野は出した出版したわけです。もちろん牧野は痩せても枯れてもこの何ていうんですかね、その天皇の重臣でありましたから、この彼がその絵本を出すんだと言ったらそれに反対を異を唱えるような人はいなかったんでしょうけれども、それにしてもなんで1944年11月というそういう忙しい押し迫ったその時期に彼は出したんだよということでありまして、で先ほど申し上げたようにその本そういう本が出てるということを知って、その本を読んだ結果、私はそのやっぱりその時期的に見て、その本がの、この先の大戦のですね、の意味を問いたい人はこの本を読めというふうに牧野が、どうぞ言われているような気がしてきた。だからこそ私はその本を読んで日本通史を探索することになったというか、ハメになったというふうにこのつらつらを思ったわけで、でさらにそのこの考えてみるというか、これはその牧野のウィキペディアを読むと書いてあるんですけども、牧野は日本のヒョラキアンの走り、しかもかなり有名な走りの一人であったということが書いてあります。でそうするとそのコナン・ドイルのホームズ・シリーズが大好きで、その読みふけった人はまあ、その自分はそのホームズにならなかったというか、なり損ねたというか、そのなる機会もなかったし、それのホームズのような能力は、その操作能力は牧野自身にはなかったんでしょうけれども、だけどその彼はそのなんて言いますかね、自分が依頼人になることができるというふうに思ったんじゃないかと。で依頼人っていうのは何か解決してほしいその事件があって、それでそのもちろんその、解決してほしいと思うぐらいですから、その事件についてはいろんなその、ホームズがいるとすればホームズに見せることができるような、このいろんなそのものとかですね、証人とかいうもの、あるいはその、この文書とかですね、そういうものを持ち合わせていて、それでそれをスモムズに見せて、それでその、捜査調査を依頼するわけですけども、そういうその依頼人をやってみたいというふうに思うのではないかと。でそもそもしかしそのここはもう一つその、なんて言いますかね、その、ひねってまして、果たして依頼をしたのかどうかということも含めて推理をしなきゃいけないという、そういうその一種 の, あの私が前から使っている言葉ですけども、ノンフィクション推理小説を牧野は書こうとしたと、書いたというふうに考えたわけです。で、しかし考えてみると不思議なことに、そういうふうにこの1944年11月に出版された本を受け止めた人間というのは
私一人なわけですね。私は知ってる限りは今まで誰も私以外にはいなかったんですけども、それはその、奇遇なのか、それともそれもその牧野は仕組んでいてですね、そのよほどのことがない限りはその、牧野がその依頼人として何かを依頼してるっていうことが分からないような依頼の仕方をしたということと、それからその、それが分かったとしても、牧野がその、このさ突き止めてくれと言ったその犯人ですね、犯人についてのそのイメージが少しでもその湧く人もほとんどいなかったんじゃないかということになるわけで、これは極めてその出来のいいそのノンフィクション推理小説だったというふうに言えると思うんです。で、しかしその牧野自身はですね、この出版するのにそれなりの手間がかかったし、そもそも彼はその元々の本にはなかった序文を自身で書いていますから、その手間は増えたでしょうけれども、そのこと自身は大したその手間が彼にかかったわけではないんだけれども、それをその依頼に応えようとするとえらい大変だと、そういうその、そういう意味でも極めてそのなんていうんですかね、省力化されたその出来のいいそういうそのノンフィクション推理小説を牧野が書いたというふうにも言えると思います。で、そういうことでその一応ですね、その日本にとっての先の大戦とは何だったのかということについて、この、犯人といいますか、まあ、犯人はそのまさにその杉山ないしは杉山に関わった人々ということまではその、これも相当その遠回りをしつつったもんだしながらもたどり着いたんですけども、そこでさらにはたと気がついたのはですね、果たしてその牧野が、ノンフィクション推理小説はそれで終わりなのかよと、いや違うんじゃないかと。でそこですぐその思い出したのは、その牧野 の, その義理の息子が吉田茂だったということですよね。で牧野 の, そ の,、その義理 の, あの子供が吉田茂だったん だけれども、吉田茂はその戦後日本の総理になったわけですね。で戦後日本の最初の総理じゃなくて、最初の総理は秀原吉次郎ですけれども、後で言うように、実質的には最初の総理であって、しかもその、日本 の, その占領明けにかけて、再び総理をやって、それはその、長期政権を築くわけですけれども、その、日本の主権回復期を挟んでね、でそういうその日本 の, その戦後史を決定づけたような人間を義理の息子に持っていた、その牧野は先の大戦の意味が解けたからといって、それで終わりにするようなノンフィクション推理小説で甘んじるはずがないと。というか、そのなんでそもそも吉田茂がそのそういうその役割の主張になったのかということを考えてみると、いやそこは結構その先ほど極めて省力化されたそのコストエフェクティブな、このノンフィクション推理小説だと申し上げたけれども、そこは相当その牧野が勢力を注いでこの布石を打ち実現させたのではないかというふうに考え始めたんですね。でそういう目でその、牧野と吉田、との、その慣れ初めからずっとその、牧野の死までをその追ってみるんですね。で確かにそうなんですよ。どう考えてもその牧野はその最初にその吉田をその娘婿として選ぶ瞬間から、その吉田をそのこの何て言いますかね、その先の大戦が終戦という形で、
この終わることももちろんその牧野は知っていたというのは私の見解なわけですけれども、その後のことを託す人間を彼は囲い込むんじゃないかというふうに考えたんです。でそういうふうな過程を置いて見てみると、まさにそういうそれ以外には考えられないというような、そういうその吉田との接し方といいますか、吉田の使い方というか、吉田の世に出し方、吉田の世に出し方というか、そういうことをに非常にその、この牧野はですね、苦心しながらこの取り組んでいったということが分かってくるのです。でそもそもそのなぜその牧野が吉田を娘婿に選んだのかっていうのは、当時すでにその外務省のその間でも話題にはなっていまして、なんで吉田を選んだのかっていう、そういうことですよね。でもそれはその考えてみれば、いや、比較的単純な話なんであって、私に言わせればこの絵集まろうが推薦したんですよ、その吉田を。というかそのそう考えないと説明がつかないんですよ。というのは吉田ってのは別にその、天下の主宰でも何でもなくてですね、しかもその外務省に入ったのも20代もう30近くなろうかというぐらいの党が立ったそういう人間で、そういうその外務省に入って多分その牧野の娘の子にならなかったら、ずっとその土佐回りをして、それでその、この外務省生活を終えて、いたはずの人間なんですけども、それをそのだからそのいやそではでもそうであることはもうだからその最初から分かってたわけです。分かってたにもかかわらず、なぜその、吉田に白羽を立てたかっていうと、それはだから強烈な推薦があったからというふうに考えざるを得ず、しかもそのそれは状況証拠的にはそのまさにそうなんですね。というのは、この絵集まろうが学習院委員長をやってたあの 頃の吉田は学生でありまして、まあ私もその辺は調べてないんだけれども、当時 の学習院の学生数そのものがそんなに多かったとは思えないし、まあ、生徒と学生と両方いたわけだけど、多かったと思わないし、しかもその何て言いますかね、その、吉田の能力云々をは別として、その吉田 その考え方っていうのはかなりその鮮明なものがあってですね、これはその私のかねがね言っているその秀吉流その日蓮主義者ないしはその島津斉彬コンセンサス信奉者かどうかという観点からいくと、これは吉田はですね、このいや多分間違いなくもうその時点で、そうだというふうにその集まろうの目には映ったはずなんですよ。でだからその集まろうはその、知遇の一人であった牧野にそのぜひそのお嬢さんの婿さんに迎えなさいというふうにサジェッションをしたんだ。でそれを牧野も集まろうは全面的に信頼しているので、その一文にもなくそうしたと、そういうふうに、考えるとその話がうまくその、通るといいますか、この納得できるというものなので、多分そうだったと思うのであります。でその後、この、予定通りといいますか、吉田はその、信濃のですね、その皆さんの言う中国の、まさにその土佐回り、外交官としてキャリアを始めるわけですけれども、でその日本にその戻すのも、それからその吉田をその外務次官にするのも、どう考えてもですね、そのこれは牧野の差し金なんですよね。で牧野がその、
いやもちろんこの一般論常識論で言えばね、そういうそのエコひいきっていうのは嫌われるわけだし、どの組織においてもね、それから役所でももちろんそうですけども、まあちょっとその違うのは、その当時の日本というのはやっぱりまだその家族ですとか、そのもともとこのご設計の一つとか、それから牧野の場合はその大久保利通という維新の元勲の息子であるとかね、そういうふうなことはそのかなりそのインパクトを持ってたわけで、今では想像できないぐらいね。だからその、いやそれはそのなんとかそういうその役割を得られる組織にとってもメリットがあったわけであって、そういう人たちの意向に沿うことをしてればですね、何かとその障壁をその推進するにあたって、プラスに当然なるわけですからね。というわけで、しかもその時の、その外相は誰だっけ、田中義一だったんですね。で、田中義一は首相であって外相を兼任してたんです。だからでしかもその田中義一っていうのは、私に言わせればその島津斉彬コンセンサス信奉者の最たる一人ですから、それがその信奉者たちの元締めの、元締めの牧野からその、吉田をその直にしろと言われたらですね、それはそのせざるを得なかったでしょという話ですよね。でももちろんそういうレベルの話では必ずしもなくて、田中はすでにその吉田を知っていたわけで、東方会議にその吉田をその招いてるんですよね。でもそこはその何て言いますかね、他の支那および米国の総領事クラスを呼ぶのとの並びで吉田を呼んだ形になってますけども、そこはそこにもその牧野の、手配が明確ではしてるんだけども、まあ、そういうことでその東方会議を通じてですね、吉田のものの考え方といいますか、がそのいかなるものであるかということについては、田中義一も十分承知をしてたという、そういうその下敷き背景があって、この田中義一はこの自身も吉田は気に入っていたからこそその自我にしたんだというふうに思うんですけども、先ほど言ったようにそういうそのコネとか口利きとかいうのはその組織は一般には嫌うわけですし、とりわけそれによって割を食うその、吉田のその先輩とか、その同輩とか後輩連中は頭に来るわけでありまして、でも頭に来たにもかかわらずですね、その何て言いますかね、このスウェーデン大使、スウェーデン公使に赴任が決まってたのに、その吉田がその、田中義一のところに出かけてって直談判をして、その自分はこういうこれだけ見識があるんだから俺をその時間にしろというふうに言って、その田中義一が後日そうしてやると言ったという、そういうおとぎ話を作る必要があったのは、そうでもしないとですね、その先ほど言った先輩同輩後輩どもが収まりがつかないから、しょうがないからそういうのでっちゃえだというのは私の見方です。で、大きな組織のその人事、この何て言うかな、官僚制的大組織であればどこでもそうですけども、そんなのその、もうすでに一旦そのセットしたその、人事を、この、すぐ覆すなんてことはその不可能なんですよね。なぜなら特にその外務省の場合はその、海外勤務者が半分ぐらいはいるわけで。そういう人たちに全部吉田自身に内事が出たって言ってしまうんですけど、全部内事が出てったわけだから、いやもうじゃあ指定 の, の、
通ってる学校と話をつけて、その辞めさせてどうのこうのというようなことをみんなもう一斉に入れらし始めているわけだし、そもそも長大なその玉突き人事異動がなされるわけで、そのどっかを急遽その変えちまうっていうことになると全部線を引き直すんだけども、でもそんなものはそれは断固拒否しますよ、そのどんな官僚機構でもね。でもそういう抵抗がなかったということは、だから結局全部はおとぎ話だったということだというふうに考えるべきなんです。でとにかくまあそのそういうことまでして、なんでその吉田を次官にしたかっていうと、それはその、終戦後に首相にするんだったら箔付けをしなきゃいけないんで、で、そのまあ、今でもその次官っていうのはその外務省の場合だと、いやこの法務省でもそうですけども、そのすごろく流れじゃなくてその先があるわけで、しかしその次官というその関門を通過しないと、その 上の、 その一番そのなんて言いますかね、おいしいポストにはありつけないという、そういうことになってるわけで、そうなるとその次官にまずどうしてもつけなきゃいけないと。でその上で当時だったらその中英大使と中米大使がトップ一番おいしいポストで、しかもほぼ最終ポストなはずだけども、そこにその送り込むというのがその牧野の算段で、その手始めにこのずっと品で土佐回りしてた吉田を何が何でも時間にとにかくその据えたということになるわけで、その後めでたく吉田は最終的にですね、中英大使になるわけだけども、中英大使がおクビになってからはずっと、こうなんて言いますかね、その事実上もう外務省を辞めたような形になっちゃっているわけで、このしかしそれはまさに絶妙な時期に辞めてるわけで、この一切その吉田にこの先の対戦絡みの、特にその最終フェーズである対英米戦絡みの汚点がつかないように配慮され尽くした、そういう人事だったということにこのなるわけです。で、そのおかげで、そういうこととはつゆ知らず、吉田はその、自由に対米英戦回避ですとか、あるいはその東条内閣の当閣ですとか、あるいはその終戦工作とかいうのにしゃかりきに取り組むわけです。で、取り組むもんだから、その陸軍は当然目をつくやつけるというか、もちろんだからそれはその、彼の大親分である牧野の了解のもとで目をつけて、しかもその了解のもとで吉田をその、この終戦直前ですけども逮捕まで、このやるという、そういうその、総出での猿芝居をやってですね、吉田をその無傷に置くだけじゃなくて、吉田に勲章をベタベタと貼り付けて、それで、この誰も文句がつけようがない、そのマッカーサーだろうが誰だろうが、誰が日本を占領しようと絶対にヘチがつかない、それを拒否したらその逆にその拒否したやつがクビになるというぐらいの、それぐらいの、たまに吉田をその見分け上げて、それで、終戦後の日本に送り出したわけです。で、その吉田に、私は多分その終戦後に、この実はという話を牧野はしているというふうに踏んでいます。その上でその牧野は吉田にこのその恐るべき難題を押し付けるわけですよね。でこれは別にその牧野が押し付けたというよりはその、昭和天皇の意思なんですけども、昭和天皇は、昭和天皇は結局その先の大戦は何だったのかっていうことは誰にも教えてもらわずに、もちろん自分でもわからないまま終戦を迎え、それで亡くなっていったというふうに私は見ていますけれども、彼にしてみればその自分自身が戦争犯罪者としてその、
連合軍に処刑される可能性は大いにあるわ、天皇制がその廃止されるのはほぼ確実だろうがという、そういうふうに考えるのは当然でありまして、で、彼はその彼の代でそのこれだけ長い長い歴史のあるその天皇制を廃止させる、そういう攻めを自分が追うことだけは、その、この避けたいというか、そのご先祖様とかその今までの全ての日本国に対して申し引きがつかないというふうに考えたわけでというか、これもまた、まあ、ある意味当然なわけですけども、それでじゃあその天皇制をその続けるためのウルトラ C は何かというふうに考えると、結局日本の軍隊というものを永久になくすことしかないんじゃないかというふうに、天皇は考えたのであって、それもある意味その極めてロジカルな発想であって、ロジカルだったからこそ、マッカーサーも飛びついたわけですよね、それに。というのは、まあ、後の話でありまして、いずれにしてもその、そういうその昭和天皇の意向というものをお前は実現しせよというふうに、この、先の大戦は何だったかということを教えてもらうがてらに、その牧野からその吉田は聞いて飛び上がるわけです。でその時吉田はですね、この一つだけ抵抗するんですね。でそれはその、そういうその日本がその武装蜂起をしますという、そういうその武装蜂起をしますのでそうせよというふうに、そのそういうそういうその武装蜂起をしますよという提案が日本側からあったということは絶対に一口して、その、GHQ からその指示を出してほしいということをマッカーサーにお願いする役だけはまっぴらごめんだというふうに秋野に言って、まあ、その代わりそういうことをそのやってくれそうな人間は自分で確保するからというふうに秋野を説得してですね、それで吉田はその受け負ったんですよ。というか、いかにも言ってきたようなことを言うというふうに思われるかもしれないけれども、しかしその今そうなんですね、その、私の書いたものを読まれてですね、ご自分で考えて、果たしてそういうふうな解釈以外に、そのよりそのなんて言いますね、もっともらしい解釈があり得るかということを考え、ぜひ考えてみてほしいんですけども、多分ですよ、ないはずですよ。で、そこでその吉田が目をつけたのは、かって自分の上司、要するに自分がその先ほどその吉田が次官になった時期はその上司は田中義一だったんですが、田中義一は、これはもう後でその触れる時間はないかも、多分ないでしょうけども、田中義一が事実上その自殺者してそのこの世の中にいなくなっちゃって、今度はその秀原が秀原が上司なんですよね、その外相として。でその時その次官、吉田とそれから大臣秀原のその、間は全然うまくいかなくて、うまくいかなかったっていうのはその何て言いますか、その仕事への振り組み方の違いって言いますか、そのスタイルの違いっていうことも、結構大きかったと思うんだけども、より大きいのはその見識の違いなんですよね。見識の違いっていうのは別に必ずしも上下っていう意味で言ってるんじゃなくて、その秀原はその、私の言うその島津の成明コンセンサスと無縁の人間だったに対して、吉田はその、その申し子みたいな人の人間の一人だったんで、そこはだから全然合わない、ということです。 ですからその吉田にしてみれば全然勝ってないわけですよね。でも勝ってないけれども、しかしその吉田はすでに当時ですね、その、当時からその
なんて言いますかね、その、秀原に対して、東の秀原に対して、あなたのようなその外交をやってると、そのうちその、ひどいことになりますよと、日本がね、というようなことまでは言ったはずなんですよ。で、その、秀原に戦後アプローチする際に、どうですか、私の言った通りになったでしょうと。でだからあなたにもその、この未曽有の敗戦、実はまあ その時点ではもうすでに吉田はそれがその全く役だということを知ってるわけですけども、そこはシャーシャーとその、この未曽有の敗戦の責任の一端はあなたにもあるんですよ。で、ここはまあ嘘なんだけども、そのでこの昭和天皇は国家こういうお考えをお持ちで、しかもそのあなたにぜひ それをやってほしいというふうに願っておられるというふうなことを言って、だしかもそのこれまたその秀原が当時ですね、この日本がどうしてこんなひどいことになったかということについては、きちんとその日本政府として調査検討をしてそれをまとめるべきだというようなことを言ってたということも小耳に挟んでるんでしょうから、あなたがその首相になればそれが堂々とできますよというようなことを言ったと思うんですけども、まあ、とにかく あらゆる御託を並べて秀原を無理やりその首相に据えたというのが私の読みであります。で、この秀原は泣く泣くその役割を演じたんですよね。それでも秀原の出来が悪いのは後で、後でほとんど白状しちゃってるんですよ。つまりその後ほど、後にその あの時の戦いきさつはどうだったんですかっていうふうにその知人に取材をされた時に、これはこの私自身の考えでは、私だけの考えではないということを言っちゃってるんですよ。じゃあその、あの当時その秀原の行動に影響を与えるような私以外の人っての誰かって言ったら、これはもうそのうちの少なくとも一人に昭和天皇が入るのは間違いないわけだから、ほぼちぎっちゃってるわけですよ。で誰も それにその点に今まで気がついた人もいないんだけれども、それはだから何て言いますかね、秀原は結構口は軽い人間だったなというふうに私は思いますね。でもそのおかげでだから私もその確信を持って昭和天皇諸般説にたどり着いたわけですけど。でしかしそうなると難問はですね、難問はですねっていうのは、これはその昭和天皇をその百も承知で、そうだったら日本は丸裸になっちゃうわけで、そうするとその今は占領下だからいいんだけれども、占領明けにも引き続き占領を続けてもらわなきゃいかんということになるわけで、だからその、主権回復と同時にその、当時の、世界覇権国である、米国にですね、その引き続き日本を持っていただけるような取り組みを、その結ばにはいかんということになるわけで、それも込みでですね、昭和天皇からその牧野を通じて、あるいは直接その吉田に対して、指示があって、それも秀原に吉田は伝えたはずですけども、その時にその何て言いますかね、その、日本を永久にその米国の占領下に置くその、協定の締結は自分が引き受けますというふうに言って、だからあなたは、武装蜂起だけをやってください。でもちろんそれはそのだからその、GHQ に話を通すだけでいいので、実際にその武装蜂起規定 を盛り込んだ新しい憲法をその
憲法を議会に提示し、さらに当時はその旧憲法でしたから、さらにというか、うん、そうそう、枢密院にも諮らなきゃいけないわけで、そういう、それは自分が首相になってやりますと言って、それはその約束通り果たすんだけども、もう一つその、その、日本の主権回復前に日本と日本を米国の属国にする協定を結ぶために首相に復帰しなきゃいけないわけですけども、その復帰させようということもですね、吉田はマッカーサーに直談判してそれを約束させていたに違いないというふうに私は踏んではいてですね、というかそうとでも考えないとは、そんなに都合よくそのそろそろその占領明けかなという時期に、吉田がまた首相になれるわけがないで、しかもその時点においてはもはやその新憲法が効力を発生してますから、その天皇があるいは牧野がその吉田を指名する権限というのは全くないなくなっているはずなんで、それができるのはその GHQ だけなわけですから、ここは何が何でもマッカーサーの村さんずに、勝ったんで、そのマッカーサーへどういうふうに頼み込んだのか知らないんだけども、とにかくマッカーサーのその約束を果たしてくれたと。これはその、吉田が最大 その恩義をマッカーサーに感じている部分だというふうに、これまた私が新たに認識を出して、だからこそ、これずっと昔から不思議に思ってたんですけども、なんでマッカーサーごときの、ごときって言うと怒られちゃうけど、ごときの、米国の東海岸で行われた葬儀に日本から、死の直前ですよ、自身の。吉田が行ったのかよというその、謎がようやく解明できた思いがしているわけです。で、こういう話を第一部についてしているうちにだんだん時間も迫ってきてるかな。まだ来てないな。来てないから、もうちょっとというか、そうですね、その15分今日あるから。2部あるいはその3部についてもちょっと触れることにしますけども、2部につきましては、とにかくそのこの牧野吉田親子を、というものをさらに遡ったその系譜がどうなっているのかっていう話があって、系譜って言いましたけども、この一番強調したいのはそのその維新からその、対英米戦開戦まで、が私 その今の年齢とほぼ同じなんですよね。で、この数年前から言ってるんですけども、70年っていうのはあっという間で、嘘つけって言うんだ、その最初は記憶ねえだろうと、言うんだけども、しかしその、もう今やさばよく必要なかったんですよ。3つぐらいだったらちゃんと意識があるわけでね。だから73年今だったら堂々としているけど、だから70年なんてあっという間だって言わせてくれよと、いいじゃんっていう、そういうことでありまして、実際そうなんですよね。で、いずれはその、70歳でもその日本で平均ぐらいになる時代が来るんだかもしれないけども、今のところはまだその私よりもその若い年齢の方が、日本人には多いとは思いますけれども、そのうち分かりますよ。そのためには70歳以上まで生きていただく必要があるけれども、そうなった時点で改めて私に言ったことを思い出してください。あっという間だということが絶対分かります。だからそんなものはその一つのことを思ってそれを実現するということはよくもっと短いサイクルで、皆さんが経験していると思うんだけれども、その類のことでしかなかったという
ことです。だからその明治維新が始まったら、その、明治維新を起こしたあの小判の連中のその目論見通りの進展でもって、その70年が経って、それで目論見が成就したという、そういう単純明快、バカバカしいほど簡単なお話だったということが、2部をお読みになるとそのだんだん分かっていくわけです。それで3部なんですけども、これは私が急遽付け加えたんですけれども、私も含めて皆さんは、皆さんはというか、なんて言いますかね、その、そうですね、その、まあ、おおむね、あの皆さんはって言っちゃっていいんでしょうけども、どれぐらいに奈良かといえば、戦数100年間の日本と全く違うその日本に今その住んでいるということなんでありまして、でその日本はまさに、その先ほど申し上げた昭和天皇の一存によって、先祖返りして、したものであると。で、古きかつ新しい日本に我々は住むという、とんでもないというか、その、面白いというか、そういうその人生を皆さんは歩んでおられるわけであります。で、でこのこれはかなり前から言っていますように、今はそのいわば昭和天皇の意図せざる結果として、日本政府は脳死状態、それでその、その間その米国、世界覇権国だった米国の力はどんどん相対的に衰えて、やがてその、中国を中心とした東アジアの時代になろうとしていて、この世界覇権国も、米国から中国へと自然に移行していって、したがってその、日本もですね、朝食を米国から中国へと淡々と繰り返しつつある、そういうその時代に皆さんは生きているということにもなるわけです。で、吉田がその占領下において、中国との付き合い方についていろいろものを言っていて、かなり先見性があったというふうに評価をされていますけれども、それはその今回の私の話に即して言えばですね、そんなことを言えるのは当たり前であって、まさにそのそういうそのシナにすることも、これアジア解放の一環ですけども、牧野をはじめとする、維新期以降の日本のこの島津典明コンセンサス信奉者たちの、希望目論見通りの結果であって、まあ、そういう結果に、そういう結果になるということを も含めて吉田はその全部知ってていたから、それに加えて彼は幸か不幸か土佐回りをしてたわけで、中国に対する都市感もあったから、だから自信を持ってその適切な中国政策シナ感というものを披露することができたという、それだけの話でありまして、いや今回 その私の話の一つ その裏テーマは いかにその何と言いますか、その、日本の指導層には出来の悪い
頭の悪い人たちもたくさんいたかということでありまして、それは戦前も戦後も、それは変わらない。その中でその、そうじゃない図抜けていたのがその帝国陸軍のその上積みの連中だったという、そういうことでありまして、どうしてそういうふうになっちゃったのかということに、ついての、その深いその詮索っていうものは私は話今までやってないんだけれども、この断片的にはその、東大とりわけその東大法学っていうのはいかにあかんかというようなこととか、あるいはその、海軍のその人事教育システムというのがいかにその陸軍に比べて移るものであったかというようなことを述べてきておりますけれども、まあ、機会があったら先ほど申し上げた今後のその余生の時間の潰し方の一つとしてはそういうものを取り上げていくということも考えられることなんでありますけれども、まあ、とにもかくにも実にその昭和その戦前期っていうのは日本が、例外的にこの素晴らしくその知的能力によって結集した人たちがその集団、そういうしかも集団として存在して、その集団がその、この世界史的偉業を成し遂げたということで、あって、そのことについてはとにかくそれに対して敬意を持つかどうかはともかくとして、そういう事実だけは胸にぜひ刻んで、それでその、この今の、面白くもない、この古き新しき日本をその最後まで、死ぬまで生きていただきたいというふうにお願いをして、あれまだ時間がちょっとあるの、でもこれぐらいにしておきます。はい、終わり。